ゃあよろしく頼むわよ。結構良かったわね。そんじゃでは。わかった。まったく。はい。わかったわ。おお。しっかり休みなさいよ。さあ、今日も付き合ってもらうわよ。楽しみにね。悪くないわね。いや。明日も頼んだわよ。おはよう。昨日はよく眠れた？悪くない。おお、まずまず。ほう、なるほど。おお、素晴らしい。じゃあよろしく頼むわよ。これくらい余裕よ。じゃあね、おやすみなさい。おはよう。昨日はよく眠れた？この気配はそろそろ朝だな。だが、まだ眠い。まあ、あと少しぐらい寝ていても大丈夫だろう。いつまで寝てるのよ、大魔王。ルーシェ？こんな美貌の持ち主が私以外にいるなら教えてほしいわね。どんなに朝っぱらでもルーシはルーシだな。ちょっと二度寝しないの？起きなさいよ。いかん、意識が遠のきかけた。お前、何か用があるのか？こんな朝早くから、俺の部屋まで乗り込んでくるんだ。何か用があるんだろう。あんたがいつも修練場に来るの遅いから起こしに来てやっただけよ。咎められるほど遅刻した覚えはないが。つべこべ言ってないで起きなさい。おい、何をする。布団干しといてあげるから感謝しなさいよ。もう一度寝直してもいいことはなさそうだ。体を盾にしたらこっち来て座りなさい。なんだ、いい匂いがするな。はい、紅茶。うん。それからキングドラゴンフルーツ。
これくらい食べなさい。バフォメットが最近食が細いってブツブツ言ってたわ。すまない、今後は気をつける。朝の果物は金っていうのよ、覚えておきなさい。それからヨーグルトとシリアルと。いつの間にか朝食の時間になったな。ルージュのやつ、突然どうした？まあいいか、余計なことは言うまい。その美味しい？ん？まあうまいぞ。お前は食べないのか？私はもう済ませてきたから。なんだ、ずいぶん早いな。あんたが遅いの。私は朝食もランニングもシャワーも掃除洗濯も全部終わってるの。家のことまでやっているのか。だって今家に私しかいないんだし、わざわざ召使いを雇う必要ないでしょ。いい機会だから一人でやってみることにしたのよ。バフォメットもメイドも聞けばいろいろ教えてくれるし。それは関心だな。ふふん、この私にやってやれないことなんかないのよ。悲しみに打ちひしがれる様子がないのはいいが、何もそんなに気張らなくても。でも全部初めてってわけじゃないのよ。お父様もお母様も自分のことは一通りできるようになりなさいって人だったから、掃除、洗濯、お料理、ちょっとした裁縫くらいもともとできるんだから。そうか、お前は偉いな。その他に言うことはないわけ？他に？女の子らしいとかそういう。ああ、言われてみれば確かにそうだな。ずいぶん家庭的だ。きっといい嫁になれる。あ、本当にそう思う？ああ、もちろん。そういえばお前は小さい頃、お嫁さんになるのが夢だと言っていなかったか？そんなこと忘れなさいよ。そんなに恥ずかしがることはないだろう。立派な夢だ。私はお嫁さんになりたいとかそんなことは別に。一日も早くお前が幼い頃の夢を叶えられる魔界にしなくてはな。あんたはそのお嫁さんとか全然考えてないの？あ、そうか、わかったぞ。え、何が？さてはバフォメットに俺に嫁の話をしろと頼まれたんだろう。まったく、ルーシェまでそそのかすとは。その話はしばらくするなと何度も言っているのに。あいつめ、あの手この手で嫁がどうの、世継ぎがどうの。別に何も頼まれてないわよ。ん？そうなのか？ではなぜ？で、あんた結婚する気ないの？ああ、魔界が落ち着くまでは考えられないと言ってある。じゃあトリリオンを倒したらするわけ？いや。なんで？お前こそなんでそんなに食い下がるんだ？私が興味があって聞いたらおかしいわけ？ああ、まあそれもそうか。そういう年頃か。すまん、悪気はない。どうもいつまでも小さな娘のような気がしてしまうだけで。そんなわけないでしょ、私もうすっかり大人よ。そうだな、確かにもう一人前だ。結局俺は兄上の代わりにはなれなかったし。今娘を頼むと言われたからな。俺は俺なりに保護者を気取ってみたかったが、なかなか難しい。そんなこと誰も頼んでないわよ。まあ
俺が勝手に意気込んでいただけだ。親を亡くし、妹を亡くしてさぞ辛いだろうと。だが、お前は俺の支えなどなくても、一人で強くあろうとする。少々寂しいが、これもまた成長というものなんだろうな。まあ、親の思うように子は育たんというし。誰が親よ！そんなに怒らなくてもいいだろう。確かに俺は兄上には遠く及ばんが。そんなもんになってくれっていつ誰が頼んだのよ。それはだから兄上が。バッカじゃないの。私は福出なしの父親なんて二人もいらないわ。そんなの一人で十分よ。あんたなんかお父様にこれっぽっちも似てないし、そのくせお人よしで私と喧嘩してくれないとこなんかそっくりで、ほんと腹立つ。お前、俺と喧嘩したかったのか。自分が足りないことぐらい分かってるわ。でも子供扱いしないで。一緒の時間を過ごして同じものを見てる。なのにどうせ何もわからないって決めつけないで。まだまだ子供だってたった一言で遠くへ追いやろうとしないでよ。ルージュ、私はもう子供じゃない。ましてやあんたの娘なんかじゃ絶対にないわ。生まれ変わってもそんなものになりたくない。私は一人の大人として女性としてちゃんと認めてよ。お前、それはおい、ルージュ、これは追いかけた方がいいのか。やはりやめておこう。捕まえたところで何を言っていいのかわからん。最近ルーシェといるとどうも調子が狂う。多分あいつが妙に大人びてきたせいだ。そうに決まっている。一人の大人として、女性として。ルーシェ様、お見事です。ずいぶん安定して技を繰り出せるようになった。はっ、当然でしょう。それでは本日はここまでといたしましょう。うん、まだやれるのに。いいえ、休息も修練のうちです。分かったわ。なかなか調子もいいようだな。はい、多感な年頃とは思えぬほどルーシェ様はしっかりしておられます。しかも大変な努力家で頭が下がります。あいつは言っただけのことをやろうとするからな。負けず嫌いも極めれば才能だ。それに魔界の大事とはいえ、ご家族を全員失ったというのにお首にも出さず常に毅然となさっておられる。時折こちらが心配になるほどです。使命感で保っている緊張の糸がどこかで切れはしないかと。もう少々お心をほぐして差し上げられたらと思うのですが。気にかけておこう。お前もルーシェをよく見てくれているな。後見人として礼を言う。そんな、とんでもございません。出過ぎたことを申し上げました。引き続きお役に立てますよう邁進いたします。
ラゴンのやつ、本当にルーシェのことをよく見てくれているな。それにしても世辞ではなく俺では力不足になってきた。子供扱いなどしたくともできない。そういえばあれ以来きちんと謝る機会がないままだな。ルーシェも不思議と蒸し返さない。あいつあんなに怒っていたくせに素振りさえ見せないとは。気は楽だが少し寂しくもあるな。ちょっと大魔王、話があるんだけど、いい？ああ、もちろん。俺もお前と話す時間が取りたいと思っていたところだ。じゃあ、一緒に来て。ちょうどよかった。ゆっくり話ができそうだな。大魔王、こっち。待て。お前、少しは俺をいたわれ。あの程度の坂で音を上げないでよ。仕方ないだろう、昔とは違うんだ。しょうがないわね。その引っ張ってあげるから、ほら手貸しなさいよ。何よその間抜けな顔と声は。別にいいでしょ、手をつなぐぐらい。昔はこうしてよく歩いたじゃない。まあほら行くわよ。いかん、何をそんなに動揺しているんだ。この間の一件以来やけに意識してしまう。ルーシェが女性として見ろなどと言うから、つい。だがルーシェと手をつなぐなんて一体いつ以来だ。確かルーシェが嫌がるようになって次第によそよそしくなって、まあそんな年なのだろうと思ったが、あれは少し寂しかったな。何のてらいもなく俺に飛びついてきた時期が懐かしくて。今何考えてるの？まあこうして一緒に歩いていた頃のことを思い出していた。私もよ、あの頃はほんと我ながら無邪気だったわ。あんたと一緒に歩くのがただ楽しくて。楽しかったか？だってあんたって何をしても怒らないんだもの。お前のペースに巻き込まれて怒る暇がなかったんだ。何でも言うこと聞いてくれるし、わがまま言っても全部叶えてくれるし。だから元はといえばあんたが悪いのよ。おい待て、今の流れで俺のどこが悪いと言うんだ。だってあんな風にされたら私のことが誰よりも特別だって思うじゃない。でもそうじゃなかった。初めてお父様に連れられて城へ行った日に、私すごくびっくりしたの。城であんたはいろんな人に囲まれて、いつもと全然違う顔をして喋ってた。その後、振り向いて私を見た時に気づいたわ。あの人は私を特別に思ってたんじゃない。まともに相手をしてくれてなかっただけだって。それは、城では、相応の役目や役割がある。お前と遊んでいる時と同じ顔をしているわけがない。しかもその頃はおそらく次期大魔王がどうの世襲がどうのとうるさかった時期だ。城では安心して息がつけなかった。でも私はそこに行きたかったの。あんたがギラギラしてて気配を研ぎ澄ませて、そこへ入っていけるお父様が妬ましかった。入っていけない自分が悔しかった。だから魔王になりたかった。お父様より偉くなりたかった。あの場所に私が立ちたかったの。
そんなことを考えていたのか。バカだな、ルーシェ。バカって何よ。あの頃の俺は城が息苦しかった。大魔王襲名の前後は誰もがピリピリしていて、周囲から見れば兄上と俺は大魔王の座を争うライバルだ。一時はかなり気まずい雰囲気だったんだぞ。あんたとお父様があんなに仲が良かったのに。兄上より持ち上げられるのは居心地が悪かった。兄上は徹底して俺を押すし、周囲の圧力は増すし、正直面倒でたまらなかったな。だがお前と戯れているとそんなことはどうでもよくなった。ライバルである以前に俺たちは家族だと思い出すことができたんだ。今思えばあの時期に兄上と断絶しないで済んだのはお前のおかげかもしれない。そんなこと聞いたことないし。俺だってこんな話を兄上ともしたことがない。口にはしなかったが、きっと同じ思いでいるはずだと信じていた。放っておいても円満に運ぶ縁など一つもない。どんなに近しい友でも家族でも互いの心を結び合い束ねる努力がいるもの。意識していたわけではなくとも、お前は俺たち兄弟の真ん中で結び目を握っていてくれたんだ。子はかすがいというが、まさにそれだな。こっそり兄上の屋敷を訪れては、お前の遊び相手になるのが何より楽しかった。楽しかったの？辛いばかりだったらお前を背に乗せて四つん這いで屋敷中を練り歩いたりするわけがないだろう。大体お前は適当に相手ができるほど楽な子供じゃなかったからな。真剣に相手をしないと俺を殴るわ蹴るわで。記憶にないわそんなの。だが何をするにも全力で面白かった。家の手伝いもかくれんぼもいたずらも、お前といると俺もつられて本気になる。年の離れたお前に張り合ったり文句を言ったり、本来の自分に戻ることができた。誰をはばかることもなく、何の遠慮もなく、他愛のないことでも本音で話ができる大切な時間だった。本当に感謝している。そんなの言わないでいいから、今更すぎるし。まあいいじゃないか。俺の独り言を聞いたと思って聞き流せ。バカみたい。私結構必死だったのに。魔王になったこと後悔したか？まさか。私候補者になれなかったら自分を呪ってたと思う。なんで魔王になる努力をしなかったんだって。家族の敵を目の前にして戦う権利さえ与えられないなんて不幸でしかないわ。昔御前試合で見たあんたはすごく強くてかっこよかった。戦場から戻ってくるとみんながあんたを褒めちぎっていて、私自分のことでもないのにとても誇らしかった。私もいつか戦場へ行って近くで見たい、一緒に戦いたいって心に決めたの。だから後悔なんてするはずないでしょ。そうか。なんだかお前におだてられるとこそばゆいな。ちょっと茶化さないで真面目に聞いてよ。もちろん聞いているさ。お前が言ったことはよくわかる。誇らしさ、憧れ、
それは俺が兄上に対して思っていたことと全く同じだ。大魔王、嬉しいものだな。もしかしたら憧れに足る背中を見せるというのも先へ行く者の務めなのかもしれない。兄上もこんなことを考えたことがあっただろうか。そして俺が今ルーシェの言葉に励まされたように、兄上も俺の言葉を嬉しく思ってくれただろうか。私、あんたがトリリオンに負けたって聞いた時すごく腹が立った。悔しくてなんだか裏切られた気がして。お前の胸にあった憧れを怪我してしまったせいだな。怒るのも無理はない。でも私、怒るより先に言わなきゃいけないことがあったのに言えなかったの。生きて帰ってきてくれて嬉しかったのに、そう言えなかったの。いいさルーシェ、それくらい言わなくても分かっている。だってごめんなさい。なんだ、そんなことをずっと気にしてたのか。そんなことって何よ、大事なことじゃない。お前がいつも通り葉っぱをかけてくれて俺は助かったんだぞ。変にしおらしくされたら立ち上がれなかったかもしれない。お前が魔王になって俺の近くにいてくれて本当によかった。それ本気で言ってる？ああ、もちろん。それにだ、お前と俺が全力で手を組んで失敗したいたずらが一度でもあったか？ないわ。だろう、相棒としてこれほど頼もしい奴はいない。やると言ったら必ずやり遂げる。一度や二度の失敗ではめげない。それが俺たちのやり方だ。俺はあんなに小さかったお前に辛い戦いを強いているという気持ちがどうしても拭えなかった。だが俺が間違っていたな。昔からお前は頼もしい俺の相棒だったルーシェ。改めて頼む、トリリオンを倒すため俺と一緒に力の限り戦ってくれ。兄上のペルペルの死んでいった仲間たちの仇を討ち、共に魔界を救ってくれ。そんなのあんたに頼まれるまでもないわ。大体何よ、私が呼び出したのにあんたばっかり話をして。確かにそうだな、すまん。お前の話ももっと聞かせてくれ。いいわよ、もうなんか気が抜けちゃった。本当はそこの花畑にあんたを連れてきたかったの。これは兄上の好きだった、あの花は私にとってお父様の象徴だから、あんたの目の前で花を全部燃やしてやろうと思ってた。お前、八つ当たりにも程があるぞ。だって私はあんたに過去とはさっさと決別してほしかったんだもの。私もあんたもいろんな意味でお父様に縛られてきた。でも私はもうお父様の娘じゃ嫌だったの。あんたもアスタロスの弟、叔父としてじゃなくゼアボロス個人として私と向き合って欲しかった。お前、それは兄上の愛娘ルーシェ。俺は彼女が生まれた頃から成長を間近で見てきた。言うなれば年の離れた妹のように思い、兄のように接し、
そういう枠に押し込めてルーシェを見守ってきた。だが時は移ろい、兄上が生き、俺も昔のようには生きられなくなって、世界は変わってゆく。それはルーシェとて同じこと。何よ、そんなにじっと見ないでよ。目の前にあるルーシェの熱を見て見ぬふりをするのはもう難しい。ねえ、なんとか言ってよ大魔王。お前はいくつになっても目が離せない。一緒にいてこんなことを思うのはお前しかいない。あんたね、そういうことさらっと言うのやめなさいよ。たちが悪いのよ。向き合えと言うから素直に言ったのに、難しいやつだな。だったらずっと見ててよルーシェ。目が離せないんでしょ。だったらあんたはずっと私のことだけ見てればいいじゃない。ずっとってお前。ずっとよ、ずっと。なんか文句ある？嬉しいでしょ、こんなに可愛い子とずっと一緒なんて。ほら、さっさと歩く。出ないとこの辺り一帯を燃やすわよ。どういう脅迫だ、まったく。辛いなら、って私が引っ張ってあげる。それなら文句ないでしょ。あ、それはぜひよろしく頼む。もう人の気も知らないで。ん？何か言ったか？うるさい、さっさと歩きなさい。やれやれ、少々大人びたかと思えばこういう物言いはちっとも変わらない。だが悪くない。いくら美しく妙齢になろうとも、変わらずにわがままを言うルーシェであってほしい。俺の前でだけは変わらずに。ほら、もっと近くに来なさいよ。あ、明日も頼んだわよ。さあ、今日も付き合ってもらうわよ。